にちは、阪急百貨店の着物売り場です。今回から IGTV を使用して着物をさらに楽しくおしゃれに着こなしたい方へ向けて楽しい情報を発信いたします。今回のテーマは素早く簡単にモダンな帯結びができると着物ファンの間でも注目されている帯結ばない帯結びです。考案されましたあやあや先生に簡単で可愛い帯結ばない帯結びをレクチャーしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは。大阪で着付け教室あやあやずを運営しておりますあやあやずです。今日は、阪急梅田本店さんの方で帯結ばない帯結びをレクチャーさせていただきます。帯結ばない帯結びというのは巻いてクリップで留めて帯締めやベルトで締めるだけというものです。オーソドックスなものはこんな感じのもので、後ろ背中が何もない感じなんですけれども、それを、まず動画で配信した時に皆さん簡単にできるということで、流行ってください、流行っていきました。で、今回はまずオーソドックスなものからやりたいと思います。一応新聞に出たり本になったりしております。皆さん本などもまたご覧ください。それでは今日はまずベルトで留めています。外してみます。こんな感じで、ただ着物姿に巻いているだけです。こんな感じでスタートは半分に折るからスタートします。なので帯がこう大体半幅帯だったら長くて4メートルとかなんですけど、4メートルの帯ってすごく皆さん扱いづらいですよね。でも半分に折るからスタートしたらとても簡単に巻くことができます。ではまず半分に折りますのところからやっていきます。半分に折ります。そして背中に当てます。背中に当てて、どこでもいいのでクリップ、着物クリップを帯板につけます。でこの着物クリップの代わりに洗濯バサミやジムクリップでも大丈夫ですが、着物クリップは強度が強いのでおすすめです。でここで留めて長い方当てます。でくるっと回します。右手帯の下持って、左手布を持ったらぐーっとしっかり締めます。締めたらまたかぶせて、ここを鏡とかでこうちょっと折りたたんで垂らしたりするんですけど、やりにくかったらクリップでこう付け替えて、でパタパタっと可愛く自分の好きなように折ってあげたらいいです。で折ってあげたやつもこのクリップでガシッと留めておいて、で皆さん着物とか浴衣を習ってない方は帯締めの結び方とかわからないと思うので、もうそういった場合は普通の洋服のベルトをしたら簡単にできます。洋服のベルトを当てて、グッと締めて、つける。こんな感じです。で、ちょっと飛び出すかなと思ったら、こう、鏡で可愛くアレンジしてあげて、こんな感じで完成です。で後ろが気になるよっていう人、こうはしょり見えて気になるよっていう人は、羽織を羽織ったりしてもいいですし、例えば普通のお太鼓結びとか半幅の帯結びはやっててもギブアップってなった時に、こういうふうにパッと巻いて羽織を羽織って出かけるっていうのも一つの提案です。こんな感じです。はい。次に
可愛くアレンジする方法もあるので、そちらもご紹介したいと思います。そしたらまたこれ外しますね。でまず2つに折って、またさらに折って四つ折り4枚重なるようにしてあげます。でちょっと床に置きます。そしてちょっと作って用意してあげます。クリップを2つか3つぐらい使います。でこの手先、先のところをちょっと広げてあげて、あんまりパタパタって折らない方法のものでやってみますね。こういう風に帯の真ん中に当てて、帯揚げを縦にパタパタ折っていきます。そしてこのさっき広げた手先を折ってあげて、で端っこをクリップで留めておきます。留めたら持ち上げて、これを背中に当てます。鏡でちゃんと真ん中になってるかなって。なってます。真ん中になってるかなって確認してから、この胴の前でこうかぶせます。しっかりここギュッと帯ベルトみたいな感じでかぶせてあげて、でもう一個クリップ使います。こうクリップ止めます。そしてベルトをしていきます。帯締めできる人は帯締めでも全然大丈夫です。帯締めができない方もいらっしゃるので、ベルトでやってみます。普通に洋服みたいにベルトをつけて、帯板出てたらちょっと隠してあげて、で後ろの、クリップがあるので、これを外してあげて、真ん中になってます。ちょっとそもそも斜めてるのでこんな感じでいいと思います。今日私は目玉までこれで来たんですが、リュックを背負ってきました。こんな感じでこの後ろのはしょりがどうしても気になる人は、こういう風に布や帯揚げを出したら良いと思います。こんな感じで今日は、オーソドックスなものを2つレクチャーしました。またいろんなものがあるので皆さんご覧ください。阪急百貨店にはたくさん可愛いものがあるので皆さん見に来てください。